福島県山郡西合津町にある峠。一般国道49号が経由している。福島県西合津町西部の阿賀川西岸に位置する上野寺里集落と同じく道町の宝坂集落を結ぶ交通路上にある峠。現在は国道49号が経由しており、車トンネルなどによる近代的な道路が両地区を結んでいる。昭和時代に行われた 改良工事以前は、トンネルを経由せず、直接車峠に達する道路が利用されていた。国道49号に似た経路で、福島県は合津地方と新潟県下越地方を結ぶ、万越自動車道は当地区を経由しておらず、本、峠南の山地をトンネルなどの構造物を伴って、通過している。一方、同じく両地方を結ぶ、東日本旅客鉄道万越再線は、 上野尻集落付近では、阿賀川沿いを経由している。本、峠東側には、下野尻、上野尻などの集落や水田、二十歳などの農地があるほか、阿賀川が流れており、阿賀川には、上野尻発電所が設置されている。一方、本、峠西側は、気工津川が流れており、白坂、宝川などの集落のほか、気工津川の周辺の一部では水田などの農地も、 広がる。現代の国道49号などと同じように、道の区国会津地方と越後国を結んでいた、越後街道が本峠を経由して、両地方を結んでいた。越後街道では、両地方の産物などが運ばれていたほか、柴田藩などの参勤交代に利用されていた。明治時代に入ると、福島県令に三島道常が就任した。三島は、 合図三方道路という合図若松を起点として3、方に伸びる道路の改良を行った。本峠を経由していた越後街道についても、この際に改良が行われたが、その際には車峠ではなく小出峠と呼ばれる、別の峠を経由するように改められた。この峠の模様は、三島が開通後に、写真家、菊池新学に移植した記録写真に収められている。しかし、この峠は、 数年で廃止され、旧来の車峠経由の経路に服したとされる。第二次世界大戦後、本峠を経由する経路が二級国道115号、新潟平線に指定され、その後二級国道115号は一級国道49号に昇格し、数年後に一般国道49号となった。昭和40年代に行われた国道49号の改築では、 車トンネルなどが計画され、経路の変更等を含む改良が行われた。以後、現在に至るまで、この際に改良された道路が国道49号として利用されている。常実のように、本、峠付近は戦後に国道の経路として指定され、現在は一般国道49号が本峠を経由している。本、峠付近では、 通行規制の基準が設けられており、連続雨量が一定値に達すると落石等の危険のため、通行が規制される。車トンネル、編集車トンネル白川橋、編集新機構図川橋、編集角川日本地名大事典福島県 P1571981 福島県立図書館ナンバー4を参照のこと、福島の国道を行く道づくりと沿道の歴史を、 尋ねて、P142 東北建設協会1988道路管理の現況通行規制基準を参照のこと。ありがとうございます。